ようございます。おはようございます。あやさきチャンネル満作の宿り支援西のあやとさきでございます。本日もガラッチガラッチほいほにょんよんチュ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 ほい掴んだ OK？ そうなんかこれって言ってる。なんでやねん。なんか手がシューンって吸い付いた。あと30個ぐらい入っとるよ。さ、なんでしょい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 。おお、これか。吸い付いたってこと。これ。なんかついてない？接着剤ついとろ。ちゃうか。試しの手鏡と白き着物。白き、まあ白きでもいいか。白き着物。白き、どっちもいいや。白き着物。白き、白き。中間で呼べばいいよ。白き。白き。白き。これはあやかしの里というかね。うん、お世話にしてる、されてる、した。まあ、交友的なとこで、そこに至るまでいろいろ大変なことがありました。ガチで命かけるような試練。人間だから？うん。信用ならんってこと。まあ、昔の過去とかさ、その、ひどい仕打ちを受けてる仕打ちといえば可愛いもんか、もっとひどいことされてるから、あやかし側からしたら人間の方が残虐なんやて。なんで身を隠してるのかっていうのがそういうことになってるよね、うん、そうだ。あやかしが悪いんじゃないんだって。人間が結局偽善とかさ残虐なことばっかやってるもんで信頼できない。だから俺がそこに至るまでに一回助けてるんやて、うん、そこ以外の他種族も助けてるんだけど、うん、たまたまそこに所属してるというかそこの関係者のあやかしを助けたことによって関係を持つようになった、うん、ただ行ったからすぐ受け入れられたわけじゃなくって、うん、管理してる人間側からもいびられてあやかし側からもいろいろ試練を受けさせられてそれでも俺は揺るぎない信念のもとを話して喋って行動して示してで信じてもらえたっていうその後のお話ね。円卓というかさ畳何畳ぐらいあるか分かんないんだけど30畳強ぐらいの畳の大広間があるんだけどそこで座布団を敷いてお茶会みたいに歴史そのあやかし側からの見た歴史、経験した歴史と風習とかさ、そういうお話を聞くんやで。人間で言うさ、昔の戦争を体験した人が、戦争どうだったって話すよね。話す人がいて、それに向かってみんながいるのか、みんなで囲んでる。みんなで囲んでる。みんなで囲んでる。で、まあ、そこでチャラけたり、いろいろするんだけどね。アホなことやったり。でもやっぱ礼節持ってみんなおるんだけど俺は全然初めはやっぱもうすっごいさかしこまって正座したり、うん、もう喋り方も敬語使ったりしたんやけど、うん、やめようって言われて、うん、一番上の方たちからそんなことをするもんではないって言われて、うん、いいんすか正座はデブにきついですまあそんなくだらんくだりをやってる中、うんお話をいろいろしてて、うん、その中でどの程度お主が力が強いのか化け物並みなのかとかねいろいろ話されて実証実際戦ったりね術式を使ったりいろいろしたんだけど確かに化け物なんだけどどの程度化け物なのかというのを知りたくなったらしくてじゃああれ使ったらいいんじゃないですかみたいな話が出てて、うん、そしたらこの道具は本来マグとか言われるんだけど人間側が管理してるやん人間側がどの程度力量があるかを調べるものであってあやかしは当然さ霊力やらあるやん、うんうんうん、使う必要がないやん、うん、あやかしと人間の橋渡しの人間がおるんやてその管理人とかね、うんうん、で全く見えなかったりすると
もしあやかし側も人間側も術式を使って騙し合うとえらいことになるもんで、信頼を持つためにどの程度お互い力あるかっていう、なんていうのかな、基準を定めるためにこういうのがあるらしいんやと。でその部屋に何気なく連れてかれて、で行く途中にあの なんていうの着物をかけてる、あーなんか木とか、そうそう、名前なんていうんだあれ、正式にちょっと俺わかんないんだけど、こういう感じのにかけてあるんだよね。かけてあった。で廊下をこうやって歩いてくるで、襖が開いてて、でそうやってかけてあったんやって、でおーすっげー綺麗と思って、いくらすんだろうとかさでそれが俺が見た時はすっごい純白、真っ白で、結婚式でも使うのかなとかさ、でも純白の中にその袖とかさ、そういうとこにこうやって見えるやんか、赤い色、赤というか紅色で刺繍が入っとるやん。へー、な、花だったか何だったかわかんないんだけど、結構豪華にブワー入ってて、それを見てうわーすっげーと思ったよ俺。そのまま一緒についてて奥まで行って、普通の手鏡、こんなぐらいの手鏡で、で手がついてる、まあ、昔のようなね、ああいう手鏡をこうやって持ってこられて、見てみって言われて、はぁ、って受け取って、丁重に扱いよって言われて、なんでって言って、もう二度と作れないし、もう。手作り？うん、らしいよ。霊力で作ったものってこと？霊力を付与したもの。ああ。どう作ったか知らないけど、で渡されて見てみって言われて受け取ってこうやって見たら、んっていうか、ね、鏡だよ、目線が合わないんやで、ね、どんだけ自分見えるの、自分映ってんだけど焦点が合わないんやで、どんだけ見てもこれ こんな感じでさ、んっていう感じでね、これどういう仕掛けって俺聞いて渡したら、どう見えたって言ったで、いや、鏡なのになんで反射して自分の顔が見えないのって、反射してるはずなのに目線が合わせない、うん、それが霊力のある証拠やってる。へー、うん、じゃあ普通の人が見たら普通の鏡ってこと。そう、普通の鏡だし、まあその強さによって度合いで早く見えたりゆっくり見えたりなんだけど、俺3分ぐらいこれ見えないとまずいのかなと思ってさ、あ、逆にね、そう、逆にね、俺必死になってさ、ブリ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 で返して、向こうがポカーンとしとって、見えないからこそ霊力が高いって言われて、あ、そうなんだって、俺が俗に言う試しの鏡じゃって言われて、はあ、で今言ったみたいに、じゃあこれ霊力低い人とか少ない人どうなんだって、普通の鏡やって、うーん、言われた。へーって、じゃあここら辺にあるものってマグとかそういう関係ですかって聞いたら、そうじゃよって言った。へー、ほんならさっきあった白い服、あの着物って結婚式かなんかですか、あれもマグなんですかって言った瞬間に、みんながピタッと止まって、えっていう顔されて、え、なになに、まずいの見た俺みたいな話をなって、トクトクトクの俺、地雷踏んだみたいなさ、うん。怖いよね、逆に、うん。だって、で、いくら懇意にしとったって、その時ってまだ1年足らずぐらいの時だから、うん。うん、もう、騒然とする、やべ、やべ、やべっていう感じで、そしたら、もう一度言うてみって言われて、うん、え、だから、白い下地に、紅の刺繍、花か何かすごい豪華なって言ったら、誠かって言われて、嘘偽りないかって言われて、え、なんでですかって言ったら、それは霊力の強さによって色が変わるんだって。へー、その段階的に色があるんだけど、もうちょっと忘れたんだけど、10段階ぐらいあるらしいやんと、その強い弱いレベルで。で、まず本当に力ない人間は確かに白なんやと、ね、でも俺が見たのは白でも本当透き通るような純白、うん、単なる白い布っていう感じじゃなかったから、すっごい綺麗と思って、もうその時点で最高位やと、もう測れないレベルので、問題はそっからなんやって、無地なんだって本来は。あ、ね、
で、刺繍が施されてる時点で異常なんだって。で、もっと異常なのが、ランク付けで白のわずか下が紅なんだって。だから、下地の能力的にはもうバケモンクラスを飛び越えて純白なんやで。でも応用の能力とか、それ以外の適応だけでも紅で化け物クラス。なおかつ刺繍なんていう細かな鮮やかな絵が出るなんてありえないって言われて。普通ならちょっと色が混ざったり、そういうことはありえるんやと。でも、お主は刺繍かって言われたもんで、普通に糸みたいに綺麗にこうやって浮き出るようなあの刺繍は、って言った。まことか。すげえ。キセノカダに勝ったから。マジか。マジだよ。キセノカダは純白に、あの、刺繍だけど、あの、色が、何色っつとった黄色とか言っとったか。じゃあ、その一番上の方は、ああ、大元のあの方、うん、あ、聞いてない。聞いてない。でも、その刺繍が分かるってことは、作った人、うん、どういう原理なのかがよく分かんない。だってその刺繍が分かる人がいないと答えが分かんないじゃん、うん、まあ、作った人も偶然なのかな分からんよそれは。だからバケモンクラスだ。へえ、うん。そんなやばい代物があったというその時はなんとなく手鏡でどの程度なんだろうって見るつもりだったらしいんやとじゃあもうその着物なんてって感じだったってこと？見せるつもりはなかったやと。ただ置いてあっただけ。ただ置いてあっただけっていう。で、襖も普段開いてないらしいんやと。なぜか開いてたっていう。なんでだろう。わからん。見せるため。その着物自体に意思があるのか。ああ。かもしれない。本当に開いてたのそれ。開いとったよ。開いとったように見えただけじゃん。いや、開いとったよ。着物さんが開けたの？開けたのかな。シュルシュルピ。あの着物は綺麗だったなぁと思って。え、じゃ着る？着物すら見えんかもしれんや。どうなんやろ。普通の布じゃないの？違うの？普通の人が見ると。普通の着物？普通の着物、真っ白、白い単なる布。白く見えるの？まあ、何もなければ白い布って言っとったけど。着物に見えるんかな。そこまでは考えもしんかったな、俺は。だから、そんなものがありましたっていう。鏡と着物っていうか。作れんの？無理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 。だから、もしかしたらその着物って神具かもしんないよね。神具？神？とある神社で、行った時に愛知の格好を真似して、神様。ね、見えてない、映ってないかもしれないけど、だからもしかしたらそういう系の類なのかもしれないって。マグじゃなくって、マグってこっちの前やんか、うん、神の方の神具かもしれないっていう。そうか。可能性的には。あれは。確かにその一番上の方が存在。がちょっと微妙なんだよね。あやかしとは言えないもん、あの方は。浮くしね。でも狐の方も浮くんだよ、ね。あれは術的に浮くんだ。ああ、そっか。狐尾のあの応用だって言ってたから。でも大元の方は術は術だけど普通に浮くから。そうすると神様も浮くの？うん、浮いてる方もいるし。光さん浮く？あ、浮くよ。地上じゃなくて空中を歩くんじゃなくてふわーって浮くの？その足は動かさずにふわーなのか。光さんに限って？いろいろ人による。人によるかな。光さんに限っては空中動くときはなんか足を置いてこうやって歩くというか、足そのまんまウィーって、まあ足そのまんまっていうか風で流れる感じでちょっと後ろになってこうやって胸を張る感じでこうやって空中は動く。鳥みたいな。まあ大げさに言えまあ手は伸ばさないよでもあとないような空中を階段みたいにこうやって普通に登ってったりも見たことあるし。守護さんは？ああ、無意識に浮いてるよね。歩くの？
あんまり見たことないな。浮いてるね。常にそのまんま移動したりして。そのまんまそうやね。そのまんまの形や、ね。足までしっかり見える？見える方もいるし、見えない方もいる。うん、だからその守護様の力にもよるよね。弱い守護様だとやっぱ薄い。あ、なんか失礼な言い方やな。存在が薄いみたいな。存在が薄いのはやちやろ。失礼な。違うやろ。自分で消しとるやんか。知らんやん。だって勝手にさ、なんかただご飯食べとったらさ、昔、普通にね、部屋で、おばあちゃん入ってきてさ、うん、電気消すんやで。まだおるってとも言わんよ。もうなんか慣れちゃって。だいたい。消しとるやろ。だって種族は種族じゃん。もう。何代か前か分からんけどさ、お母さんの方の血筋におるもん。それ言っていいんじゃないの？もいいの？うん、どうぞ。月光族。調べて調べて調べて。そろばんやす。調べて調べて。月の光の族。そう、ヤモリ。ヤモリちゃん。そう。だから隠れるのが得意。無意識だよ。で、音にも敏感だよ。音は昔からなんか怖かったな。チラッと言ってもいいのかな、ここで。まあ改めて種族関係の特徴とか言ってもいいんだけど、その今月光族っていうのが出たんだけど、そのあやかしの里に月光族の方がおるんだけど、寿命的にはだいたい今の人間の 2.5 倍くらい。だから100年世代とか言われると別なんやけど、150歳から200歳くらいが寿命って言われてる。で、あと特徴的には耳の外側に皮膚が硬化したような鱗がパラパラパラってある。こういうとこにね。ある？ない。あ、でもこれ。これ違うのか、これ。これ。ちょっと形違うもんね、これ。この外側のこれ。名残かもしれない。それぐらいかな。あとは、人間。あともう丸切り人間だよ。だから初め俺ピアスかなんかかと思ったもん。ああ、ここになんかかけとるみたいな。そう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 。ボコボコしとるの？うん。ボコボコしてるっていうか。だからなんかつけ。厚みじゃわかんないよね。だってこうやって縛ってたから、こうやって。縛ってれば見えるか。うん、耳が見えてるから。前から見て、そのいびつな形なのか、うん。あ、前から見ると、なんかあるなっていう感じ。で、やっぱ気になるから、ちょっと見ると、うん、何これって感じで聞いたら、ああ、これ月光族の特徴なんですって言われて、で、まあ、その時になんとなく月光族ってどんなのって聞いたら、今言われたように寿命がちょっと違うぐらい。人の 2.5 倍ぐらい。3倍いかないのかなっていう、今の耳に皮膚が硬化したみたいな鱗がある。で、あと耳が音に敏感。あとは気配の取り方がうまい、消し方がうまい、そんなぐらいかな。術は使えない。使えないの？使えない。霊力はあるけど、個人差はあるんだろうけど、種族としての能力的にはそんなには。人間に近いってことか。近い、人間にすごい近い。だから意外と多いのかもよ、月光族の関係者って。だそれが愛知と愛知のお母さんと同じ気配というかね、同じ感覚はしたもんで、あ、これは血筋だなっていう、そう思った。こんな感じで試しの手鏡と白き着物です。終わりなの？終わっちゃうの？バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。